お疲れ様です。酒とタバコは二十歳を過ぎてから、 YouTube の収益化は登録者1000人と年間総再生時間4000時間を超えてから。ジャンクスタイルです。まあ、昨日出ましたね、イオンで限定トミカの日産ノートフランス警察仕様。これね、やっぱフランスさんさすがですね。なんかおしゃれですね。フランス帰りですよ。で、あとこれもいただいちゃってて、日産のオンラインショップで販売されたアリア2種ですね。これがいつもね、販売開始時間が微妙なんですよね。で、私いつもね遅れてて買えなかったんで、まあそれをね知ってくださった方からねお譲りいただいたんですけど、さっき見たらね在庫復活してたんで、今からね紹介するんで、気になった方はねチェックしてみてはいかがでしょうか。あとこれスピードシティ昨日トイザラスで買ったやつ、まあ要はウィーリーね、昔ウィーリーだと思ってたんですけど、そちらの方もね、買ってますんで、ちょっと安くなってたんでね買ってますんで、開封ねしていこうかなと思います。で、お譲りいただいたであれなんですけど、グリーンライトのローライダーのやつね、これ1973キャデラッククーペデビル2種ですね。かっこいいねこれ、やっぱからね、もう6種類かな出たのが、うち4種類ねお譲りいただいたっていうね、本当ありがたい話です。ちなみにこのデビルってあれだね、日本語読みだと悪魔のデビルと一緒だから、確か名前が変わってたはずなんですけど、全然思い出せないんで、知ってる方いたら教えてください。ググれってね。トイザラスでね今ウィリーが安くなってるんですけど、117円かな。でもゴールデンウィーク中は確か97円だったんで、20円ね高いんですけど、持ってるか持ってないかねちょっと微妙だったんで買ったんです。この2種持ってましたね、プラドと R8 のなんだっけ V10 とかそんなやつ。まあ仕方ないホイール取りでもいいですしね、117円だからね。結構これでもめんどくさそう、かしめ取るの奥の方にあるんですよね、ウィリーのかしめって。ね、奥の方にあんな、ちょっとトミカっぽいっすよね。なんだろう、かしめのサイズはホットイールとかマテル製はちょっとでかいんですよね、かしめがグリグリやっちゃうっていうね。そんな中これは持ってなかったですね、ジャガーの F ペースですか、わかんない、黒タイヤ感じで、ゴミがついてるんですよね、これ、塗装色はまあまあ綺麗な、なんだろうな、ちょっとマジョレットっぽい色っすね、な感じで、結構細かいでしょ、この辺塗ってやると全然また変わると思うんですけどね。まあゴールデンウィーク中よりちょっと高いとはいえ117円なんでね、気になる方は覗いてみてはいかがですかね。確か結構期間長かったっすよね、ちょこちょこセールやってるんですよね。その前は2台で300円とかだったんですけど、マイストも最近入ってないよな、セールやってくんないかな。スピードシティ版だからこんな感じの、だからこういったスピードシティ版、まあ昔でいうファストレーンみたいな感じですよね、トイザラスオリジナルみたいな顔してるやつ、あれのこのウィリー、何が出てんのかわかんないんで、車種ね、誰かね知ってる方、まあ一覧で出てるとかねあったらね教えてください。で、昨日出たイオン限定のトミカの日産ノートフランス警察賞ですね。おお、こんな感じで、あ、いやおしゃれですね、パトランプ、パトライトも青になってて、ほう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 、これ横から見る方がいい、あ、でもこの角度いいっすね。なんだろう、オフランスって感じわかんないけどさ、あ、でも全然いいっすよね。なんだっけ、ちょっと調べてみたんですけど、日産ノートが使われてるかどうか現地でね分かんなかったんですけど、こんな感じの似たような画像があったから、あんじゃんと思ったらプジョーでしたね、普通にプジョー、そりゃそうだよね、な感じ。あ、デザイン一緒でしたね、ほとんどプジョーのやつと。あ、綺麗な1台ですよね。まあちょっと700円かと思っちゃうとあれなんですけど、
まあ、意外とね残ってる。最近割とイオン限定系って残ってるんでね、近くに寄ったりする機会があればね、いかがでしょうか。あ、でもなんだろう、マジョレットっぽくなっちゃうね。で、日産オンラインショップ限定のアリアなんですけど、これね、パッケージ違ってていいね。2種同時発売だったんですよね。ミニチュアカーって書いてあって、まあパーツ扱いっぽいんですけど、あの英語でミニカーを言うときにミニチュアカーなのかトイカーなのかわかんないんですけど、どっちなんですかね。どっちも使われてるのかな、わかんないけど、知ってる方いたらね教えてください。英語表記どっち、名前からしてねちょっと気になってたんですよね。こちらから開けてみましょう。あのアリアのバーガンディミッドナイトブラック、どっちなんだよって、赤なのか黒なのかわかんないっていうね。あ、カバーがしてある。あー、なるほど。あ、うんとね、なんだろう、すごい暗い、なんだろう、小豆色っぽいやつ。ブラックってココのことかな。バーガンディってあれですよね、あのワイン色みたいな感じですよね、確か。そういう感じで。アリア自体結構割と好きなキャストなんで、これいいっすね。ホイールこれ、これね。はい。裏面こんな感じ。あっさりしてる。スケールはなんだ、あ、66分の1か。こんな感じ。あ、これはね、綺麗っすね。前回のキックスがさ、ちょっとサンプル画像と全然違ったんで、大変にショッキングだったんですが、これめちゃくちゃ綺麗っすね。あ、これはいいかも。ちょっと色暗いけどね。映像伝わりますかね、こんな感じで。綺麗ですね。ここほら、クリアパーツになってて、この辺も、なんだろう、相まってめっちゃ綺麗。んで、もう一種類の方が、ミッドナイトパープルですか？これ、あれ、いいよね、パッケージ。あの、この、さっきのパッケージ、イラストも良かったんですけど、なんだろう、工場見学っぽいっすよね。あれ？紙カバーがしてない。あれ？さっきのやつは、こんなカバーがあったのに、これはそのままですね。まあいいけど。ね、パープルじゃないよね、これ。え、なんて言っていいんだろう。緑。メタリックダークグリーンって感じですね。で、あ、そっか、これブラックってやっぱルーフのことだったの、これさっきのね。バーガンディ、ミッドナイトブラックのブラック。これ、何も塗られてないですね。ああ。緑ですね。パープルじゃないよな。でも綺麗は綺麗ですけど、パープル、え、どこ、え、待って、どこがパープルなのかな。あの、知ってる方いらっしゃったらちょっと教えてほしいんですけど、若干ね、ちょっとあの、ちっちゃい緑髪みたいな色ですね。さっきの、こっちの方が綺麗かな？わかるかな？これはこれで綺麗なんですけど、なんだろう、パープルをこう予想してたっていうか、ちょっとね、あれってなっちゃうんですけど、まあ塗装色は綺麗ですね。どちらもちょっと暗めの色ですね。子供向けっていうか、やっぱ大人向けなのかな？そらそうかな。900円もするんですよね、これ一度。パープルか。じゃあ今回はトイズラスでセール中のね、ウィーリーを3種類と、あと限定品のトミカをね、3種類開けてったんですけど、まあイオンのね、こちらは、まあおしゃれな感じだし、持ってても全然いいんじゃないかなと思うんで、まあ、あの、多分残ってると思うんでね、あの、近くに寄った際に覗いてみてはいかがでしょうか。で、日産オンラインショップのこの限定のアリア、2種はね、どちらもちょっと暗い色なんですけど、おすすめはこっちかな。やっぱ、ちょっと綺麗ですね、塗装色が。これちょっとね、パープルが、しつこいけどね、わかんないっすね。あと、まあ、トイザラスのね、ウィーリー、スピードシティのウィーリーに関しては、まあ、セール中だしね、ちょっと高いけどね、ゴールデンウィークが確か97円、20円高いけど、まあまあ110円、120円ぐらいで買えると思ったら全然
いいっすよね。だから例えばこれとこれのこれ8台分ぐらいですからね。うん、ですね。まあ日産アリアに関してはそう、あのさっき見たら本当在庫あったんで、気になる方はね、あの見てみたらどうでしょうか。本当これおすすめ、そんな何回も言うけど、うん、ですね。はい、じゃあ今回は以上ですね。はい、ここまで見ていただいてありがとうございます。またね、次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。